セビリア大学は、スペインアンダルシア州セビリア県セビリアに本部を置く、公立大学。建物は、セビリア市内各地に分散しているが、本部は、旧王立タバコ工場に置かれている。マラガ大学と共に、スペイン教育省から、キャンパスでエクセレアインテルナショナルのカテゴリーを、付与された、アンダルシアテック計画を推進している。現在のセビリア大学の前身は、 15世紀末に、女祭長、ロドリーゴ・フェルナンデス・デ・サンタ・エジャ氏によって創設された、コレヒオ・デ・サンタ、マリー・アデ・ヘッスに遡る。1505年ローマ教皇ユリウス2世の教書によって、コレヒオに、神学、哲学、法学、医学、学芸分野における学位を授与する権限が与えられた。そして1551年セビリア議会は、前世、ロドリーゴ・ラ・レアル教会に、 正規の大学であるストゥキュームゲネラーレへ移行することを承認し、王国の他の大学と同等の特権を享受することとなった。1621年の学則によると、セビリア大学は、進学、教会法と法律、医学、学芸の4学部を有し、学芸学部においては、マエストロの資格を、その他の学部では、大学前期家庭修了資格、学士と博士の、 各学位を授与していた。18世紀のカルロス3世地下の改革の高まりは、以前の学部の他に、自然科学分野教育の重視という時代の要請で、数学専攻課程を設け、近代のセビリア大学の原型となったエスティディオスでオラビで計画として具体化した。また、同王の統治下でのイエズス会の追放後、ララーニャ通りにある同会の建物が、 直例によって大学に与えられた。19世紀初頭の2つの方向での大学教育改革で、まず小規模大学の削減が行われ、バイサとオスウナの大学がセビリア大学に統合された。また、サラマンカ大学の教育プランが国内のすべての大学に導入されることとなった。この国内大学の均質化に合わせて、新しい研究への適用、また新規の講座及び、 学部の創設、そして医学校の創設とその後の学部への昇格、科学学部の組織化、専門的な紙学校と図書館の創設、アキラ文学部の改革、進学部の廃止などが行われた。大学本部のパテヨー20世紀半ば、大学はベルギー生まれのギッシュセバスチャンファンデア・ボークとの設計で、フェルナンド6世治世下に建設された旧タバコ工場の建物に移転した。 1960年代には、建築高等技術学校と工業技師高等技術学校が作られた。1970年代には、経済学と薬学分野の専攻が設けられ、科学学部は、生物学、物理学、科学、数学の各学部に分割され、ララビダ修道院に寄宿生付属学校が設立された。新しい研究の導入は、 大学の地理的分散化を伴って進められた。バダホス県、カディス県、コルドバ県に新たな教育施設が設置され、それらは今日のそれぞれの大学へとつながっている。1978年の憲法によって、大学の自治が認められ、伝統的なスペインの大学の集権的体制が見直されることとなった。そして同時に自治州の創設により、 国以外の様々な公的権力による大学の設置が認められることとなった。憲法に基づいて発布された1983年の大学改革法により大学生活の刷新を可能にする枠組みが設けられた。これは一般的利益に結びついた公共サービスとしての大学を見据えたもので具体的には様々な社会層の代表が 大学運営に参加することを保障するものであった。また、2001年の大学組織法は、大学制度の一貫性と関連性において、国家の一般行政行為を推進する目的のために、また高等教育における、各自治州の競争力を深めるために、そして各大学の自治の程度を拡大するために、大学と社会との間の関係を強固にし、また互恵的なものにするために、 不可欠な手段を構築するために大学の基本的枠組みを見直した。大学組織法によって与えられる権限の使用に関して2003年アンダルシア実習議会はアンダルシア州に与えられた機能を発展させ州内の大学システムの発展、調整を深めることを目的とするアンダルシア大学法を可決した。大学の実習には高等教育の領域における 各大学自身による改革への取り組みを目指したもので、まず、大学自身による固有の学則の作成が行われることとなり、セビリア大学は2003年に作成、同年11月25日、アンダルシーアジ治チ州政府の州法によって認可された。また、ビセンテアランナ監督の映画、カルメンのロケが、旧タバコ工場の本部棟で行われた。 大学院担当副学長オフィス2010から2011年のデータ中現在ボローニャ以前の第1課ほど及び第2課ほどと以後のグラードが混在する状態となっている。ミニステリオデ・リューカス・ヨーン、プリジャッケトス・セイラグ・シャナドウス・デル・キャンパス・デ・エクセレア、インテルナシオナル2010、21、10、2009、ラ・ユスエヌ・シフレス。 ニーベルシダットデス・セビーリャ、2012年9月30日、閲覧。スペインの大学は、日本の大学のように、学部の上に、大学院があるという組織構造ではなく、学部の中で学士に相当する学位を授与される過程が、いわゆる、日本の学部に相当し、フォックルトーッにおいて、マエストロ・モステアの学位取得を目的として、DC シ,シード取得後に入る過程や、 ドクターの学位取得のための家庭が大学院に相当する。学部と並んでエスクエラという名称の組織はアメリカでのビジネススクールなどのスクールとは異なり、これらは特定の学問分野の高等教育で修行年限が短いものについて使用されは5年で、それより短期のものがエスクエラで通常卒業資格もリーシンシードではなくディプロームであった。ボローニャによって 学士課程は4年に短縮され、同時に様々なモステア課程が創設された、また学士終了後の課程でパスグロードというコースもあり、これは日本の研究生の課程に相当するものと思われる。また、従来1、2、3年は1シークロ、それ以降2シークロ、卒業後のコースは3シークロと呼ばれており、現在ボローニャ改革の途上であるため、大学、学部によっては、 ボローニャ以前のものがある場合がある。ありがとうございます。